ドミニク・アディアーは、ガーナ・アクラ出身のサッカー選手。タイプレミアリーグチェンマイ・ユナイテッド FC 所属。ポジションはフォワードである。2000年、ガーナにある、フェーノールト・ガーナでキャリアをスタートさせた。2007年1月、ガーナプレミアリーグのハート・オブ・ライオンズ FC に移籍し、11ゴールを記録しこの年の最優秀選手に選ばれた。2008年8月、 ノルウェープレミアリーグのフレドリックスタイフ K に移籍した。8月30日、オーレスミエ FK 戦でデビューを果たした。2008シーズンは4試合に出場したがゴールを記録することはできなかった。2009年10月に行われた FIFAU-20 ワールドカップでの活躍により、11月にイタリアセリエ A の強豪 AC ミランへの移籍が決定。5年契約で、 年俸は50万ユーロと見られている。2010年3月、アフリカ年間最優秀若手選手賞を受賞した。2010年8月に、セリエ B のレチーナ・カルチョへ、2011年1月には、セルビアのパルチザン・ベオグラードへ、それぞれレンタルで移籍。同年の夏には、トルコのカルシア・カイスケイに、レンタル移籍した。ガーナ U-20 代表として2009年に、 FIFA ス2 0ワールドカップに出場し8ゴールを、決めチームを優勝に導き、自身も大会得点王と MVP を獲得した。2009年11月3日、A 代表初招集を受け、11月15日に、親善試合のマリ代表戦で代表デビューを飾った。2010FIFA フフワールドカップは、 グループリーグ最終戦のドイツ戦で92分、準々決勝ウルグアイ戦で88分から途中出場。ウルグアイ戦では再三チャンスに絡んだがチームは PK 戦で敗退した。2011年2月9日の東郷との親善試合で代表初得点を記録。ありがとうございます。